天慶の諸王府、役所の分布図天慶事変は、天慶で1856年に発生した、太平天国の指導部の内紛である。楊修正、今サテル、旗日光が命を落とし、2万人余りが殺害された事変である。天慶事変は、太平天国が水防へ向かう転換点となった。1851年、甲州禅が王政を定めた時、楊修正を、 他の主王の上位においたが、京雲山と小長期が戦死した後はさらに権力がうに集中するようになった。太平天国では軍師が実権を握っており、天皇は格王の上にあるとはいえ、実際の権力は東王で西軍師の要修正のもとにあった。さらに王は度々たびたび拓船を発し、広氏も王の発する信託に従わざるを得なかった。当天刑に定めた後、 要が、今、サテルや旗日光、そして、石立海の妻の父の王玉婚を情景に処する、などの事件があり、要と他の将との対立が深まっていった。1856年6月20日、太平天国軍は、新軍の築いた、江南大英を撃破し、3年にわたる包囲を解いた。情勢が好転したのを見て、要は計りごとを巡らした。要は、天賦家本に囲つけて、 広氏を東王府に呼びつけた。天父の神託を演じるようは広氏に、お前と、ようは共に我が子であり、ようは功績が大であるのに、なぜ九千歳に止まっているのかと問うた。それに対して広氏は、ようも、自分と同じく万歳と称させますと答えざるを得なかった。ようの敗下で、以前ように処罰され、恨みを抱いていた、陳賞というものが広ロに、ように、 三脱の石ありと上訴した。広氏はこの時前線に出ていた、今さてると、石立海と、旗日光に対し、洋を除くように、密章を出した。九月一日、岩三千の兵を率いて、天慶に戻り、城外で旗と会合を持った。洋の敗下の陳章が城門を開いて、軍が一気に東洋府を襲い、洋を殺害し、洋の一族、部下二万人を殺害した。 9月26日、石が天型に戻って、伊に対して彼が行った、殺害の凄まじさをなじると、伊は、翼王府を襲い、石の一族労働を殺害したが、石は、脱出に成功した。石は、安喜びで挙兵し、広氏に、伊の中罰を求めた。天型場外の兵のほとんどは石を支持し、11月2日、伊は殺害された。ついで、旗日光と、陳所を持され、 天慶事変は一段落した。だが後に、孔は、陽の罪名を取り消し、陽の命日を東を商天説と定めた。天慶事変後、太平天国内部の人心は動揺し、軍事形成は逆転した。今サテルの死後、石田地海が失勢を開始したが、孔は、自らの一族を徴用して、石田地海を建成したため、1857年、石は大軍を率いて離脱し、 太平天国にとって、さらに情勢は厳しいものとなった。ありがとうございます。